こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県鎌倉市大船駅西口にやってきました。横浜市と言いかけてしまいましたが、こちらの川、砂押川が境界となっています。左方面が横浜市、右方面が鎌倉市。大船駅、駅長室は鎌倉市側にありますので、鎌倉市の駅となっているようです。駅ホームの下を川が貫いていますので、少し紛らわしくなっています。それはさておき、周辺に位置するのは JR 東日本鎌倉車両センターです。以前から様子、動向を気にしている車両があります。総武快速線や横須賀線などで活躍している E217 系、2020年度より新型後継車両 E235 系1000番台の増備が始まっています。今までの流れからしますと、新しい車両が増備されると E217 系が長野総合車両センターへ廃車改装配給置き換わるという流れでした。しかし昨年2022年夏頃に出た話題としまして、海外譲渡という話が出ました。その後2023年春頃になりますと、どうやら話がまとまったようで、3月23日以降廃車改装配給の方は行われていませんでした。一体いつ輸出されるのかなと期待していたところ、突然のドタキャン、海外譲渡は話がなくなってしまいました。その間にも新造され続ける E235 系1000番台、どんどん増備が進みまして、 E217 系は活躍の場を失っていく状態、車両の方が溢れ出しまして、神津車両センターの方にたくさん誘致されていました。まあ、おそらく海外譲渡という話であれば、書類関係の手続きが大変時間かかるなどと言われています。そして長らくの期間が空いた本日、 E217 系に大きな動きがあるようです。海外に行く予定だった車両が向かう先は長野総合車両センター。残念ながら廃車改装配給ということになってしまいました。この後大船駅の方で様子の方見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。基本編成、付属編成、どちらが旅立つのかは分かりません。しかし先日 E235 系1000番台付属 J26 編成を新潟から鎌倉車両センターの方まで配給担当した新潟車両センター所属 EF64 型1031号機がすでにやってきているようです。新しい車両の配給をしまして、田畑の方に一旦引き上げ、そのまま長岡の方に戻るのかなと思っていた矢先、田畑の方から鎌倉車両センターの方に改装されてきているようです。旧長岡の方も機関車のやりくりが難しいようで、相当連結機を搭載した EF64 型1030、31、32号機と3両ありましたが、1030号機と32号機が不具合よって、本日31号機が担当することとなったようです。まあ、おそらく駅ホームの方は大変混雑してるかと思います。川沿いでベラベラ喋っていますが、そろそろ時間がやってきたようです。廃車改装配給、まもなく入線してくるようなので、駅ホームの方に移動します。今までの流れであれば6番線にやってくるはず、しかしホーム先端大変混雑していましたので、反対側の6番線ホームにやってきました。早速見えました。いや、反対でした。今までの流れであれば6番線ホームにやってくるはず、今回いるのは7番線ホームです。
そして長い編成となっていますので11両の基本編成、4号車と5号車はグリーン車となっています。車体番号を確認したいのですがまだ分かりません。 E216 の36 Y36 編成です。先頭には1031号機、11号車から始まりまして最後尾が1号車です。 E257 系成田エクスプレスが到着しましたので見えなくなってしまいましたが、幸い編成が短かったので先の車両は見ることができます。こちらは3号車となります。モハ E217 の2071、頭上パンタグラフは当然下がっています。そしてこちら4号車は2階建てのグリーン車です。前の5号車も2階建てのグリーン車、光の加減かもしれませんが車体番号の方がかなり薄く見えますので遠くからは確認することができませんでした。そしてやはり注目したいのはドアステッカーです。確認しても見当たりません。すべて剥がされています、撤去済み。こちらの7番線ホームはこの先進むことができませんので全く誰もいない状態、おそらく6番線ホーム大変混雑してるんではないかなと思います。優先席のステッカーはまだ残っているものの他の広告なども見当たりません。車内の様子は映像で捉えることは難しいかもしれません。そして車両側面 LED 表示器は当然点灯していません。しかし前面の方は臨時となっていたような気がしますがどうでしょうか。しばらく様子を見ていますがなかなか出発する気配ありません。6番線混雑してるかと思いますが行ってみたいと思います。ホームの真ん中あたりは誰もいません。しかし先頭電気機関車周辺は混雑しています。車内の様子伺うことができますが光が反射していますのでどうでしょうか。ということで1031号機のブロワーが入りました。まもなくの出発です。長野に向かう最後の走行、もうこちら大船駅に戻ってくることはありません。ということで行ってしまいました。本当に長野に向かったのか気になるところです。配給ルートにあたる中央線の駅に追いかけてみたいと思いますと思ったら戻ってきました。こちらは営業列車です。続いてやってきたのは東京都に入りまして八王子駅です。ここまでやってきてしまえば長野に向かうことは確実です。ホームの方を見ますとカメラを持った方多数見受けられましたので先回りすることができてしまったようです。駅ホームの方それなりに混んでいますのでこんな変な場所から見ていますが E233 系0番台立川東京方面に向け出発をしてきます。いつもであれば中央線の下り列車が発着する4番線ホームから見ていきたいところなのですが
本日はやはり混雑しています。こちら横浜線が発着する5、6番線ホームから様子を見ていきたいと思います。この後横浜線の八王子終着の列車が5番線ホームに到着する見込みです。となると廃車回送配給やってきても見れなくなってしまいますので、この場から見ていきたいと思います。まず最初に横浜線の八王子終着の列車がやってきました。5番線に到着する見込み。そして遠く左側を見ますと EF64 型をなんとなく確認することができます。八王子にやってきてしまいました。列車が参りますという放送、4番線方面から聞くことはできませんでした。ということであれば下り1に入るんではないかなと思います。停車する可能性もあります。下に4本線路が見えています。一番左の線路が下り本線、さらに右に行きまして下り1、転線してきました。こちらは5号車のグリーン車です。そして最後尾 Y36 編成、臨時と確認することができます。先頭には1031号機が立っていますので、ちょっと変わった停車の仕方をしました。やはりホームの方は混んでいます。しばらく停車しそうな雰囲気がありますので、改札の外南口から見ていきたいと思います。どうにか間に合いました。総武快速線や横須賀線などで活躍している E217 系がこちらの八王子に停車しているとは不思議な光景です。 Y36 編成といえば、1998年に兵庫県神戸市に位置します川崎重工業で製造された車両です。新生配置は現在の鎌倉車両センターの前身、大船電車区、当初 F33 編成でした。その後2006年に鎌倉車両センターに名称変更された際に Y36 編成となっています。 E217 系といえば幕張電車区の方にも配置されていましたが、すべてまとめられる形となっています。そして先頭には1031号機、相当連結機でしっかりと連結、何度か見ているかと思います。区名札は長岡から新潟の方に変わっています。あ、いつも似たような角度から見ていますので、今回は場所を変えました。右に JR 東日本八王子社の建物があります。ゆっくりと動いています。はい、ということで行ってしまいました。この奥に山が見えていますが、山梨方面です。
今回周辺大変混雑していましたので、このような場所となってしまいました。この後長野方面に追いかけていきたかったのですが、真反対に移動する予定があります。八王子から先は行くことができません。ご了承ください。この先も E217 系の動向を見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。街中でぐるぐる迷ってしまったものの、どうにか京王八王子駅に到着しました。この後は京王線に乗車しまして、新宿、さらには東京方面に移動しますので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。